凄みを見せる今シーズンのパトリック・チャン。会場の期待感が一気に上がります。世界チャンピオンを取る力を手に入れてこの舞台へと立ちます。日本勢最大のライバル、世界屈指のスケーティングに今シーズンは4回転を手に入れました。さあ、チャンの演技が始まりました。テイク5。世界が見つめる最初の4回転。4回転のトーループ、トリプルトーループ決めました。コンビネーションで決めました。この後のアクセルジャンプをチャンは苦手にしています。トリプルアクセル決めました。これもクリアです。トリプルフリップ、フライングシットスピン、そしてもう一つスピン。回転も速く軸もしっかりしてますね。そしてエッジワーク、世界最高のステップです。ストレートラインステップ、これはすごい演技です。日本勢のライバルパトリック・チャン、今シーズン身につけてきたその全てを2分50秒間に凝縮しました。さすがです。さすがグランプリファイナルのチャンピオン。いや、それにしても本田さん、はい、最初の4回転3回転は教科書に載るんじゃないかというぐらい綺麗なジャンプでしたが、もうプログラム全体がもう圧巻でしたね。一つ一つの滑りもそうですが、流れが途切れるところがなかったんですよね。はい、4回転も綺麗に決まりましたね。はい、その後の3回転トーループ、これで勢いに乗ってその他のジャンプも決めて、そしてもともと一つ一つのエレメンツには非常に自信を持っています。最後ジャンプ、そうですね、トリプルフリップ、もう失敗しそうな感じが全くありませんでしたからね。不安要素がトリプルアクセルだったと思うんですが、そこが決まってからの流れが一気に変わりましたね。はい、そして表情も豊かに、表現面でも大きく会場を沸かせました。やはり前評判通り、今回は頂点を狙いに来る日本男子の前にこのチャンが大きく立ちはだかりそうです。Hey everybody. Hello. Love you guys.
グランプリファイナルでチャンは85点台というショートを出していますが、いや、その得点はどうでしょうか、上回ってくるかもしれない。タラソワさんですね、かつて浅田真央も指導しました。さあ、ちょっと日本人としては戦々恐々という思いでこの得点を見つめます。どのぐらいの得点が出るでしょうか。93.02、信じられない得点が出ました。パトリック・チャン、ただ一人別次元の93点台。日本勢にとっては大きな大きなライバルの得点です。このすごみのある演技を、パトリック・チャンの演技の後